それでは今回なんですけども D ポイント丸徳 D 祭り第2弾発表お得な参加方法も解説ということで今回は D ポイントのキャンペーンについてですねこの動画では今現在開催中の丸徳 D 祭りの第2弾についてお伝えします参加条件も結構緩いということとお得な参加方法もありますのでぜひ参考にしていただければなと思いますそれではいってみましょう ということで今回お伝えするキャンペーンこちらですね。マルトク D 祭り第2弾 D ポイントスタンプラリーキャンペーンということで、3ジャンル以上のお店で D ポイントカードを見せてお買い物をすると、抽選で20万名様に D ポイント期間用途限定なんですけども、1000ポイントプレゼントということでございます。まあ、この20万名様が多いか少ないか若干ちょっとわかりにくいところではあるんですけども、条件自体はね、かなり緩くなっております。まあそれも踏まえてですね、実際のキャンペーンページを見ていこうと思うんですけども、こちらのキャンペーンページですね、 に下がってていいただいてまずはこのキャンペーン自体はエントリーが必要となっておりますのでまず実際にエントリーを行ってくださいちなみにもうすでにエントリーは開始しておりますでこのキャンペーンの期間なんですけども7月の20日から8月の31日までがお買い物対象期間ということでございますのでまあ1ヶ月とちょっとぐらいあるんで、まあ、期間自体は結構余裕があるのかなと思いますねなのでその期間の間に3ジャンル以上の加盟店ということでございますんでクリア自体は結構サクッとできそうです で、期間中に D ポイントカードの提示の上、それぞれ1ポイント以上貯めてお買い物スタンプゲットということですね。まだですね、ちょっとキャンペーン始まってないので確認ができないんですけども、おそらくこのページの達成状況を確認するっていうところですね、キャンペーン始まってタップしたらですね、このおそらく先ほどお伝えしたスタンプが確認できるのかなというふうに勝手に思ってます。で、今お伝えしたその3ジャンル以上の加盟店で D ポイントカードを提示ということなんですけども、 まあ、大体大丈夫だと思うんですが、1回あたり1ポイント以上貯まるお買い物をするっていうところが条件ですね。まあ、大体のお買い物をして、まあ、1ポイント以上貯まるお買い物っていうのがほとんどだと思うんですけども、いわゆるその小額で決済して、まあ、何十円とかで決済したらポイントが貯まらないっていうこともあるので、基本的にはこの1回あたり1ポイント以上貯まるお買い物というところが条件でございます。 でですね、今回のキャンペーンの対象加盟店なんですけども、まあ、ざっくり見た感じ、基本的には D ポイントカードを提示してお買い物するところがもうほとんどかなというふうに思うんですけども、例えばローソンとかファミリーマート、ローソンストア100であったりとか、まあ、ドラッグストアのジャンルであれば松清、札ラ、ココラファインとか、まあ、ここをですね、クリックしたら対象のお店がずらーりと出てきます。おそらくね、ご自身がよく使ってるお店とかが出てくるのかなというふうに思ってるんですけども、まあ、量販店であれば上信、野島、エディオングループとか、他にもね、こういったお店であったりとか、 あとはショッピングのジャンルであれば、山谷、東急ハンズ、純久堂とかですね。で、こういったですね、まあ、リアルな店舗以外にも、実店舗以外にも、こういったネットのお店も対象みたいなので、こういったメルカリとかですね、ホットペッパーグルメ、こういったところでもあの対象でございますんで、まあ、事前にですね、ネット加盟店のアカウントを D アカウント連携させた後ということころが条件ですので、まあ、連携して、その後に決済すれば、一応そういったところも対象であると。なので、普段ご自身が利用するお店とかが、まあ、こういったところの対象になっているかどうかっていうところですね、事前にチェックしてください。 チェックしておいてください でま一、あ、つ注意点で気をつけた方がいいかなと思うのは、ここですね。同一ジャンル内の加盟店及び店舗で複数回お買い物をしても、1ジャンルのお買い物とみなしますと。ジャンルにつきましては、下記対象ジャンル一覧をご覧くださいということでございますんで、まあ、その下記ジャンルっていうのは、ここですね。コンビニとかドラッグストアとかですね。なので、例えばなんですが、コンビニであればローソンで使って、その後に、ここからファインとかマツキを、まあ、いずれかで使って、あとはファストフードとか、ここで3ジャンル使うっていうところがポイントとなります。 なのでローソンファインマーとかで使っても1ジャンルだけになるので。 ここも一つの注意点ですね。で、新定される時期なんですけども、2021年の10月末頃新定予定ということでございますんで、まあ安定の忘れた頃にもらえるのは D ポイント期間用途限定でございますんで、まあローソンのお試し機会券でもいいと思いますし、D 払いで消費してもいいと思いますし、まあ結構前の動画でも D ポイントの現金化ということで日光フロッキーを使って、まあ D ポイントを現金化する方法もですね、動画で解説してますんで、まあそちらをぜひ参考にしていただければと思います。まあキャンペーン自体はざっくりとそんな感じなんですけども、まあ今回の あるとく D 祭りとですね合わせて使いたいキャンペーンがいくつかあったのでまあぜひね参加される方は参考にしていただければと思うんですがその一つ目がこちら松本清氏とここからファインのキャンペーンですねこれ D ポイントのキャンペーンなんですが5 o サマーセールというキャンペーンがですね先日から始まっておりまして9月15日まで開催中でございますまあ今出てるように松本清氏もしくはここからファインで開催中のセールで D ポイントが当たるっていうキャンペーンで対象商品1つ以上を含む1000以上税込み1000以上の お買い上げレシートを公式ウェブサイトまたははがきで応募すると抽選でプレゼントということでまあプレゼントされる ものがですね。まあ、こういった風に3種類ほど分かれているんですけども、例えば税込み5000円以上お買い上げの方の場合は、空気清浄ファンヒーターであったりとか、任天堂スイッチマリオカートが入っているもので、これで合計10名様。で、B 賞の場合は税込み3000円以上お買い上げの方であれば、折りたたみ自転車とか、まあ、こういった寿司券がですね、70名様に当たったりとか。で、税込み1000円以上お買い上げの方であれば、合計300名様に D ポイント3000ポイント。あとは、松本清志ココラファインのポイントが3000ポイント。まあ、こういったものがね、抽選で当たるということでございます。 まあ実際の対象商品とかはですね、こちらのページに対象商品とかがあるので、まあそちらを見ていただければと思うんですが、松本清の場合に関したら、 アプリ会員なら当選確率が3倍ということで、今出てるようなご覧の商品、まあ大体800品目以上がですね、対象商品ということでございますんで、まあジャンルは日用品とか食品とかビューティーケア用品、まあこういったものもね、対象でございますんで、まあ、普段からね、日用品を松清で買われてる方はですね、お買い物をするプラス、まあもちろん D ポイントカードを提示をして、 ま、先ほどのマルトク D 祭りに参加できる。さらに、この松キ雄のキャンペーンにも参加することができますんで、かなりね、効率よく参加ができるのかなというふうに思います。で、同様にここからファインもですね、同じようなページとなっておりますんで、こちらもね、ぜひ確認した上で、ご自身がね、よく購入される商品があるかどうか見て、 ぜひお買い物に挑んでみてください。続きまして、マルトク D 祭りと合わせてもう一つですね、紹介したいキャンペーンなんですが、それがこちらですね。かっぱ寿司 D ポイントもスーパー創業祭りということで、そうなんですよ。かっぱ寿司もですね、D ポイントのキャンペーンがございます。D ポイント最大10倍ということで、キャンペーン期間中に5ポイント以上貯めるとポイントが2倍。で、抽選で D ポイント10倍。で、来店回数に応じて当選確率がアップということで、で、またね、さらにキャンペーンにエントリーすると、かっぱ寿司全店で使える10%オフクーポンプレゼントというね、結構、 熱いキャンペーンがかっぱ寿司で今開催されております。これがね、7月17日から8月31日まででございますんで、まぁ、あ、マルト D 祭りと被ってるんで、これと合わせてもいいと思います。まあ、キャンペーンの詳細とかはね、こちらのページ見ていただければと思うんですけれども、まあ、お会計の際に D ポイントカードを提示して、そしたらこのかっぱ寿司のキャンペーンに参加できる、プラス、先ほどお伝えしたマルトク D 祭りの一つのカウントとしてプラスアルファされるので、こちらもね、合わせればかなり効率よく参加できるのかなと思います。で、最後3つ目なんで ですけどもこちらのね先日動画にもさせていただきましたたぬきの大恩返し夏っていうねこちらのキャンペーンを覚えてますでしょうかでこちらのキャンペーンの中にですね対象店舗で au Pay の支払いでポンタポイント10%還元というキャンペーンをね 紹介させていただきました。で、その中の対象店舗でご覧のようなお店が対象でございまして。で、今回ピックアップをさせていただいたのはこのココスなんですよね。そうなんですよ。何か決済方法とうまく組み合わせることできないかなと思ったらですね、今お伝えしたようにココスがここにあったので、 をラッキーだなと思いまして。なので、ココスのお会計の際に、先ほどと同様に D ポイントカードを提示して、その後に a u ペイで決済すれば10%還元を受けることできるんで、まあジャンルとしたらですね、まあ飲食店のジャンルとかになると思うんですけども、まるとこ D 末に参加できる。なおかつ、a u ペイで決済ができるということでございますんで、まあ効率はよくまあ参加できるかなと思います。まあ僕もね、ココス利用するときは、あの、モーニング、バイキングが食べ放題みたいな感じなんで、本当こういったキャンペーンの時だけに参加してるんで、今回はね、 そのタイミングで参加しようかなと思っております。それではですね、本日お伝えした丸得 D 祭り第2弾のキャンペーンですね、まとめていこうと思うんですけども、まずキャンペーンの期間は7月20日から8月31日までの約1ヶ月ちょっとのキャンペーンですね。エントリーはすでにできますんで、ぜひキャンペーンページから行っておいてください。で、特典の内容なんですけども、条件を達成することで、抽選で20万名様に D ポイント期間用途限定が1000ポイント付与されると。 で、その条件なんですけども、3ジャンル以上の加盟店で D ポイントカードを提示して、その後に1ポイント以上貯まるお買い物をすることが条件ということでございますんで、思ったよりね、サクッとクリアできるのかなと思います。まあ、3ジャンル以上というのは、まあ、コンビニ、ドラッグストア、飲食店みたいな感じで、それぞれのジャンルで、 今お伝えした D ポイントカードを提示して1ポイント以上貯まるお買い物決済を行うというところは条件でございます。まあ、対象のお店なんですけども、コンビニとかドラッグストアなどございまして、先ほどもお伝えしたココラファインと松本清のキャンペーンと組み合わせてもいいと思いますし、あとはカッパ寿司をね、利用される方はですね、こちらのキャンペーンと組み合わせれば、まあ、それぞれ効率よくね、一ジャンルごとクリアできると思いますので、ぜひそういった方法も試してみてください。で、ここには載せてないんですけども、先ほどお伝えしたココスと、 ま、D ポイントカードを提示するもいいと思いますし、あとはちょっと言い忘れてたんですけども、あの、ローソンもですね、AUP 決済で10%還元だと思いますんで、まあ、そういったところでも試してみたら、もうサクサクっとクリアできるんじゃないかなと思っております。まあ、ぜひですね、一番効率がいい方法とか、この方法が一番お得かなというのをですね、ご自身でぜひ戦略を練ってみてください。ちなみに、付与時期に関したら2021年の10月末頃予定ということでございます。 まあそんなこんなで今回はマルトク D 祭り第2弾について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあぶっちゃけねこのキャンペーンは抽選ということでございますんで、もちろん無理に参加する必要っていうのはないんですけども、まあ例えばそのドラッグスターに行ったついでとか、あとはコンビニに行ったついでとか、まあ暇があるならちょっと飲食店行こうかなっていうふうに、 無理して参加する必要っていうのはないんですけども、当たったらラッキーかなみたいな感じで参加するぐらいが一番ちょうどベストかなと思っております。で、今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンク、それぞれ概要欄に貼っておきますし、先ほどお伝えした D ポイントを現金化する方法ということで、その解説動画もですね、概要欄に貼っておきますんで、それぞれ気になる方はですね、チェックしておいてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。